おはようございます。ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、そしてミスター M さん、速稼塾の久保です。今回のねトレーニングもとても素晴らしいものでした。まあ人が変わろうとしたらやることっていうのは2種類に分かれると思うんですよ。人が変わろうと思ったら2つですよね。1つはですね、今までやらなかったことをやってみるってことですよね。で、今回ミスター M さんはいろんなトレーニング方法を教えてくださいました。やっぱりこれからねマッチョになろうかなとかダイエットしようかなと思う方にはこれをやったらいいよっていう方法をたくさん教えてくれたわけです。で、今回はですね、そうではなくて2つ目の方法をね、ちょっとねミスター M さんに聞いてみようかと思うんですよ。で、人が変わるためにやることは2つあるって言いました。1つは今までやらなかったことをやるってことなんですよ。で、今回お尋ねしたいのはもう1つの方ですね。やってきたことをやめるってことなんですよね。さあ、そこで質問なんですけども、ミスター M さん、マッチョになろうかなとかね、ダイエット成功したいなって思った時っていうのは、どんな習慣をやめるってことを、こうね、意識した方がいいのかなと思うんですよ。まあ、例えばね、私はアイスクリームが大好きなんで、ついついね、アイスクリームを食べ過ぎちゃうんですけども、まあ、それをね、食べないようにちょっとセーブしてるんですよね。もしくは、食べる時って、なんかね、アイスクリームよりも、かき氷の方がいいらしいんですよ。かき氷は、カロリーが少なくって、氷なんで、水を、食べてるのと一緒なんですよね。まあ、ですんで、かき氷を食べることによって太りにくくって、あとね、冷却効果が体内に入ると、その体が冷えるのを抑制するためにカロリーが燃えるらしいんですよね。だから、かき氷を適度に食べるとダイエット効果があるって聞いたことがあるんですよ。まあ、これは結構納得できることだなと思ったんで、夏場になるとね、かき氷を食べる日はあるんですけども、ソフトクリームとかアイスクリームをね、食べ過ぎないようにはしてます。というような感じで、これは習慣として外した方がいいよみたいなのがあったら、今回ね、アドバイスいただきたいと思います。それこそ1分とかかからないやつなんで、例えば、まあ、車に乗っていたのをちょっと歩くようにしたらどうみたいなね。なんかそういうふうな、なんかね、ダイエットとか筋トレとかね、マッチョになろうとするときに、やめた方がいい習慣っていうのがいくつかありましたら、教えていただければ幸いです。今回はね、ちょっと変わった切り口で、動画も変わった動画でしょ？なんか、いつもとは違う動画でお送りしましたけどね。もしありましたら、教えていただけたら幸いです。それでは、よろしくお願いします。